はいどうもこんにちは、山本真似です。本日はですね、画家なら見なくてもリンゴを描ける説を検証したいと思います。たくさんね、リンゴを描いてきた記憶があるんですけども、もう正直頭の中に入ってんじゃないかなってちょっと最近思ってたんですよ。今回はね、ちょっともう何も置いてません。何も置いていない状態で、まあ頭の中でリンゴをね、こうイメージして、それをキャンバスに描くっていうのをちょっと一回やってみようと思って検証したいと思います。まあ正直ね、うまいことできるかどうかわからないんですけど、ちょっと温かく見守ってください。それでは描いていきます。はい、それではね、今からリンゴを描いていきます。でちなみにね、ちゃんとここ証拠ですけど、何もありません。何もない状態で今から記憶の中のリンゴを描いていきます。正直ね、今までいろいろ描いてきましたけども、何も見ずに描くっていうのはちょっと初めてなので、うまいこといくかはちょっと分かんないですまあでもね、なんか癖でこうやろうとしてた今でもね、記憶の中にあるので、それをね参考に描いていきます。リンゴよ、見てよ。リンゴってね、ちょっといびつなんですよね、形が。影があります。うん、やっぱり実際見ているわけじゃないので早いですよね。次はちょっと色をね、乗せていきましょう。でもやっぱね、見ながら描いていないんで赤いですよね、リンゴが。真っ赤なリンゴっていう。まあでもリンゴってちょっとね、下が黄色っぽかったりするんですよ。そういうね、色味とかも入れてあげるとリアリティが増すかなと思います。はい、そして背景もね、塗っていきます。これすごい貴重な一枚ですよね。でも今までやったらね、全てこう見ながら描いてたわけですから、こうやって物を見ずに描いた一枚っていうのは貴重ですね。本当になんかね、お絵描きをしているっていう気分です。はい、続いて2層目。なんかね、今確かに目の前にリンゴはないんですけど、気持ち的な部分で言うと、リンゴをイメージの中でね、目の前に置いています、今。そしてそのイメージを頼りに描いていく。下にはちょっと明るい色を入れます。やっぱ難しいね、見ないで描くっていうのは。なんかね、自分の中のイメージと現実のこの目の前に今描いているリンゴっていうのがね、喧嘩してしまうんですよね。むずいなって思います。これをね、する前は案外簡単に描けるのではないかと思ってたんですけど、うわ、ミスった。ちょっと意外と苦戦してます。下は反射光でちょっと明るくなってて、でこっち側もね、若干明るくなります。そしてね、リンゴといえば斑点模様ですよね、あのポツポツと。そういうところも描いていきます。どんな感じだったかな。なんかいざこう描いてみるとわかんないんですよね。リンゴといえばこの絵ですよね。これが入るとまたリアルになると思います。そしてね、背景を塗っていきます。背景はね、ちょっと暗くしていきます。まあイメージなんでね、何でもいいんですよ、背景は。僕の場合はイメージなんで、あえて背景は虚空間にねしていきます。これが正解なのかは正直わかんないですまあリンゴ自体はね、いい感じになった気はするんですけど、ちょっと空間がね、難しいですよね。1回グレーにして、そっから明度をちょっと上げていきましょうか。
ちょっと今黒が強すぎるんで、こうやってね、押さえていきます。もうこれは完全にこの、なんていうか、イメージの世界だからこそできることというか、現実だとなかなかこうはいかない。なんか面白いですね。実際この存在しないリンゴが、あたかもこのように存在してるかのように現れてきましたね。意外とうまいこと言ったかも。この辺はもうちょっと明度を上げて、こんなもんかな。完成です。はい、ということでね、完成しました。どうでしょうか。まあ結構再現度高いような気がしますね。こんな感じです。リンゴっぽくはなったような気がします。前ね、コルベインさんのね、絵の具で描いたリンゴ、これは見ながら描いたものなんですけど、比べてみるとこんな感じです。前回描いた時のね、記憶が残ってるのかなって思うような感じで、形も結構似てるし、色味もね結構似てるんで、まあこれが僕のリンゴの記憶なのかなっていう感じです。普段ね、もしリンゴとか果物とかね、描いて、目の前のものを見て描いている方はね、一回こういうね、目の前に物を置かずにイメージだけで描くみたいな感じで、遊びみたいな感じで、ね、挑戦してみて面白いかもしれないですね。こんな感じで今日は終わります。まあ検証結果としては、まあそこそこ描けるって感じでした。この動画がいいと思った人はチャンネル登録と高評価コメントもよろしくお願いいたします。またこんなことをねしてほしいとかございましたら、それもよろしくお願いいたします。あと100日企画の映画、1月31日で販売終了になりますので、残り10日くらいなので、ぜひご購入ください。これを機会にね。それではまたお会いしましょう。さよなら。